全ただし、バス株式会社は、兵庫県の北部をエリアとする、バス会社である。営役名は、全単バス仕様、LTED。本社は、兵庫県矢部市洋歌町洋日113番地1。兵庫県の田島地域の高齢化や、人口の減少、移動手段のマイカー加により、バスの乗客が減少しているため、合理化等の経営改善策を実施してきたが、 今後さらにバス路線の休止を含めた大合理化を実施することが発表され、2008年10月1日から一部路線が市、町民バスに移管された。また2008年2月23日には2009年4月に新規バスと経営統合するとの報道があった。すでに人事面においては新規側より役員派遣を実施し、会社再建を支援しているが、 両者とも経営統合については否定している。なお、かつての筆頭株主は阪急電鉄であったが、2008年10月末までに関係は解消されている。また、阪急電鉄が筆頭株主であった当時、阪急阪神東方グループには属していなかった。ただし、現在協力関係にある新規バスの筆頭株主は阪神電気鉄道であり、 同グループとの関連が完全になくなるわけではない。洋貨営業所と本社木の先営業所湯村温泉、営業所ハイブリッドバス、いすず自動車制車体が大多数を占めている。これに加え少数ながら転入車を導入しており、いすず自動車制も見られる。また、中型バスでは三菱不走制も導入している。路線バスでは、路線の休止に伴う転出者も出ている。 2011年11月に兵庫県北部では初となるハイブリッド車を導入。2012年にはイスズエルガハイブリッドも導入。ハイブリッド車は旧塗装を復刻している。他にも小型化として日野、ポンチョなども導入されている。以前は観光バスを転用して運行されているものもあった。2006年11月頃より特急バス、観光バスともに イスズ新型ガーラの運用が始まり、さらに2009年後半より特急バスとして三菱不桑エアロエースの導入も始まっている。2010年7月観光用の三菱不桑エアロエースを3台導入。なお、特急バスや一部の路線バスにおいて充電用コンセントやインターネット接続サービスを開始している。全ただし、バス同社では高速バスを特急バスと呼称する。 詳細な運行案内は、外部リンクの全ただし、バスサイトを参照のこと。路線、編集歴史、編集空港リムジンバス。編集詳細な運行案内は、外部リンクの全ただし、バスサイトを参照のこと。特急バスと急行バス特急バス。編集急行バス。編集2008年9月30日をもって、以下の路線は休止された。定期観光バス。 編集伊豆市史跡巡りとして運行されていたが、2008年3月31日をもって休止された。町に移管されたバス車両、湯村温泉営業所にて、八日駅前,駅前にて、浜坂駅前にて、浜坂駅前にて、村岡営業所にて、旧都職詳細な運行案内は、外部リンクの全ただし、バスサイトを参照のこと。2020年4月1日現在の運行路線。 編集を主に、豊岡市営バスに移行された路線、編集を主に洋布市、コミュニティバスに移行された路線、編集を主に町来市コミュニティバスに移行された路線、編集を主に、上町町民バスに移行された路線、編集を主に、新温泉町民バスに移行された路線、編集、ありがとうございます。